伊藤美紀子と申します専門は臨床栄養学です今日は、えー、骨の気持ちになって10代の皆さんへということでお話をさせていただきますさて皆さんこの骨どこの骨かわかるでしょうかこれは足の付け根から膝までの骨になります今日はこれらの骨についての話をしていきます、えー、今日はですね まず骨にとっての10代とはどのような時なのでしょうかまた骨って何でできているの、えー、骨粗しょう症って聞いたことあるけれども何なんでしょうかまた丈夫な骨には何が必要でしょうかでこれら骨の健康を考えるのにどんな知識が必要でしょうかこれらについて話をしていきたいと思います、えー、将来のあなたははどどっちちででしょうどちらもです、ね、実年齢は70歳です。 ですが骨の年齢が80歳の人もいれば60歳の人もいます40歳までは人生ほとんど差はないんですけれども年齢とともにその差は大きくなることが知られていますさて骨にとっての十代ですけれどもこれは年齢による骨量の変化を模式図で表したものです骨は10から16歳に急激にアップしまして20から30 歳では、えー、ほぼ、えー、変わりません。これが最大骨量と言われる時になります。でそれからですね、女性は、えー、女性ホルモンが骨には関わっていますので、閉経をしますと急激に減ります。男性も年齢とともに減っていきます。で、ね、ここが骨折を起こしやすいところになりますけれども、女性はですね、この閉経後の減少がありますので、閉経後骨粗鬆症というものを大変起こしやすくなります。男性 女性ともですね加齢で起こるものは老人性骨組織症と言いますでこの10代10から16歳ですねここは骨量の貯金期で、えー、骨量を維持する期間またこちらが骨量が減少する期間ということになりまして10代はですねこの骨量を貯金すするとても大切なな時期になります、えー、骨は何でできているのでしょうか 骨の構成成分をグラフにしたものです。えミネラルが50から70%含まれていまして、主にリンとカルシウムです。でコラーゲンなどのタンパク質が20から40%、あと水分や脂質からできています。骨の構造ですけれども、このように一見硬いもののように見えますけれども、実は硬、えー、いのは、えー、外側の、えー 部分で皮質骨と言われる部分になりますその内側にはですね、網目状の構造で少し柔らかい海面骨と呼ばれる部分があります骨の中心には骨髄がありまして血液細胞を作っています骨の役割は、えー、皆さんよく知っている体を支えるだけじゃないいろんな役割をしています 当然立った状態座った状態などにおいて体重を支えて姿勢を保つのも重要な役割ですけれども柔らかい臓器脳や心臓などを外部の衝撃から守る役割もありますし骨髄で赤血血血球球や白血球などの血液成分も作っていますでさらにですね体にさまざまなところで必要な栄養素であるカルシウムを貯蓄するという役割もあります。 全身のカルシウムの99%は骨に存在していますけれども血液中や細胞内のカルシウムが不足すると少しずつ骨から溶け出して補給するという役目もになっています骨は一度できたらおしまいでしょうか骨は骨を壊す破骨細胞が働いて骨吸収を行います破骨細胞が壊したところを骨が細胞が埋めて骨形成を行います これをリモデリングといい、骨は皮膚と同じように常に新陳代謝を行いしなやかさと硬さを維持しています。では骨粗鬆症,症って何でしょうか。皆さんもよく聞いたことがあるかと思います。骨粗鬆症は読んで字のごとくですね。骨が粗くなってスが入るようにスカスカになることです。えー 定定義義ととしましままてては骨密度がが若年最大平均値の70%以下にになななることが、えー、主な定義になっています。正常な状態ですと骨形成と骨吸収は、えー、とバランスが取れているんですけれども、えー、骨形成は変わらないけれども骨吸収が増加してしまったような場合骨,骨吸収は変わらないんだけど骨形成が弱ってしまったような場合。 こういうふうな骨形成と骨吸収のバランスが崩れると骨粗鬆症になり、骨折の大きな要因となってきます。で、骨粗鬆症はまあ高齢者に多いっていうのは皆さんよく知ってるかなと思います。実際にですね。骨粗鬆症の方の割合を見てみますと、年齢とともに増えていきます。特に女性の方が男性の何倍も多いっていうのが現状です。 で実際に骨粗鬆症はこうやってお年高齢者に多い病気ではあるんですが、じゃあこう骨粗鬆症は年を取ってから気にすればいい病気なのかな？若くて元気な自分には今は関係ないわよねって思っている人多いと思います。それよりは皆さん今ダイエットの方に興味があるんじゃないでしょうか。えー、若い女性とのダイエットと骨密度。 えっと調べた研究がありますこのようにですね、ダイエットを繰り返した人ほど低骨密度者の頻度が高いということが、えー、若年の女性で分かっています推測される要因としては栄養素の摂取のアンバランスどうしてもダイエットすると偏った食事になりますのでこのようなことが起こってきますそれに伴ってカルシウムの摂取不足も起こります女性ホルモンの分泌の減少も起こるということから 低骨密度のものが増えるんですけれども増えますこれらがですね将来の骨に大きく影響するということが知られています骨を強くするにはカルシウムの摂取が重要皆さんとてもよくご存知だと思います必ず聞いたことがあると思うんですけれどもにもかかわらずです 日本人はですね食事摂取基準というものでここれれぐらららいいいいいのカルシウムを摂ったらいいよということうが勧められています10代、まあ、で見ますと男性は 800mg 女性は 650mg は摂りましょうねということが推奨されているわけですが実際に今どれぐらい摂れているかというとですね年代別に見たカルシウム摂取状況ですけれども、まあ、この女性の基準の650で見てみますと。 唯一650付近まで取れているのは7から14歳だけということになります。なぜだか皆さんわかるでしょうか。給食の牛乳ですね。はい、それがなくなるとですね、なかなか取れていないっていうのが今の日本の現状です。皆さん本当にカルシウムが必要なのはよく知ってると思うのにです。はい、じゃあ次、えー、丈夫な骨には何が必要かです。 やはりカルシウムを多く含む食品ですねこれ,らのはこれらの食品は勧められますなぜか骨の材料になるからまたですね魚類やキノ,コ類にキノコ類に多く含まれているビタミン D を多く含む食品も勧められますなぜかですが腸ででののカルシウムの吸収を促進すするからですさらに納豆や緑,を緑色野菜に多いビタミン K も勧められます。 これは骨形成を促進するからですそれ以外にタンパク質や果物野菜なども勧められます一方ですね過剰摂取を避けた方が良い食品もありますリンを多く含む食品ですねまあ、加工食品や一部の清涼飲料水に多く含まれているんですがこれは腸でのカルシウムの吸収を阻害します えー、さらに食塩やカフェインアルコールの過剰摂取は、えー、尿中にカルシウムを排泄することを増加させますのでこれも過剰摂取を避けた方が良い食品になります。えーはいで あの近年のですね、若年女性の傾向を今一度まとめていますけれども、やはりダイエット等ですね、痩せ志向によるエネルギーや栄養素摂取量の減少があるのが現状です。またですね、過度の紫外線対策ですね、ビタミン D は食品からも取れるんですけれども、えー、っと紫外線に日光にですね当たることで皮膚でも合成ができる栄養素になっています。 ですがここにあるようにですね最近本当にあの過度な、えー、と紫外線対策をする方も多く見られています。また身体活動量も低下していることが言われていましてこれらのことが合わさって近年の若年女性はですねカルシウムの栄養状態は低下しているということが言われています。はい えー、骨を大切にですね皆さん骨粗しょう症は年を取ったら考えたらいい病気だと思っていませんでしたでしょうか今のですね骨の健康状態が将来に大きく関わります、えー、今皆さんはですねこの骨量の貯金期にありますですので10代のうちにできるだけ骨量を増やすことがとても大切です。えー、若いうちから運動を習慣化すること カルシウムやビタミン D、ビタミン K を積極的に摂取することが勧められます。はい、えー、今回骨の健康の話をしましたが、これらの健康を考えるのにどんな知識が必要でしょうか。えーえっと骨のですね、まあことを知るために人の体のこと、また骨粗し症っていう病気の特徴、栄養素の役割、食品の機能、メニューの作成や調理。 それから日本人のですねカルシウムの摂取状況などの現状調査予防治療となるような食事これらのことが考えてていくことが必要になってきます。そのためにはでは何を学べばいいのですけれども食環境栄養過程では先ほどの項目に関してこれらの科目がありましてこれらの科目の中で先ほどの知識を 学んでいいくととうことになります最後にですが、まあ、管理栄養士の資格を生かしたです、ね、知識と技術を応用していくことによってですね食環境や食習慣生活習慣といったところを学び改善し予防することによって私骨を強く元気にすることができるということになります、はい、私の話はこれでで以上です。